経営にとって一番大切なこととは何か、ある事例を持って原田さんにお話しいただきます。だからやっぱり経営者はもう財務はもう3割は財務、7割人事ですからね。あ、もうこの2つだけですか？あ、もうそれしっかりやってればいい人材がいい仕事してくれるでしょ。広告宣伝なんか手出さなくたっていい人材がちゃんといればちゃんとやってくれる、うん、だから社長が何でも手出さなきゃいけないというのは組織ができてないっていう一つの証拠じゃないですか。だからまあともかくしっかりいい人材でいい組織作っていい人事制度、成果に対する給与制度、後継者育成、これやってれば会社は伸びるわけですよ。あとは金勘定ね、お金を賢く使う、どこに使う、どこに使わない。私のある会社の顧問のズーム会議で3月の締め、1、2、3月の四半期の締め、ふわー数字出てくるでしょ。めっちゃ細かいですよ。もう数字の裏の裏見る。原田さんが。そう、この固定費の前年対比と比較して固定費下がったって言ってるけど売上対比で上がってるよな。上がってる理由はっていうと財務答えられないですよ。でぐい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 聞きながら課題まで発見させるように質問していく。そうするとみんなそこからその思考が始まるんですよ。それでもう突き詰めて突き詰めて突き詰めていったら、もうそしたらね、社員さんたちは追い詰められちゃったりしないんですか？あ、だからはい、じゃあ次回金曜日の会議までにそこのところもう一回検証しておいて。だそれは勉強ですから。あ、勉強。そうだ、そうやって勉強していくんですよ。サボったやつは私怒りますよ。サボってない限り教えるしかないじゃないですか、うん、だけど私が教えてるのはね、やっぱり数字の裏を読め、もう裏の裏を読め、経営っていうのは数字に対してものすごい執念を持ってみろと、見えないところまで見ていけっていうその姿勢を教えてるんですよ。しかもね、今朝朝方出てくる資料を会議の15分前に見て、で私がバッと質問していくわけですよ。その数字を見てね、数字を読み込むスピード、それも教育の一つだから。だからその経営者がね、いかに瞬間的に集中して物事を見に行くか、深く考えるかっていうその姿勢を感じさせる教育してるんですよ。ちょっと伺いたいんですけど、日本にはたくさんの上場企業、特に一部上場、今プライムですよね、あると思うんですけど、はい、そこの社長さんたち、今原田さんがおっしゃったように、うん、どうなんですかね、みんなそんなしっかり財務を見てるんですかね。見てないでしょ。え、見てないんですか。見てないでしょ。見なくてもいいんだもん、だって CFO ちゃんといるし。人事は、人事も人事がしっかりしてるからほとんど見てないでしょ。だけど私は見なきゃいけないと思ってますよ。やっぱり見て問題なければ OK ですけど、問題がない経営ってのはあるわけないじゃないですか。問題イコール機械ってんだから、だからそこは指摘するとか責めるんじゃなくて、機械点としてどう考えるかっていうふうに話持っていかないとね。無駄なコストだって機械点でしょ。話は変わりますけど、うん、原田さんが経営指南なさってる会社がいくつかありますよね、社長さん相手に。その社長さん方は原田さんにその経営の穴をつつかれるわけですよね。社長はそういうふうに思ってないんですよ。創業者ってのは自分で作ってたまたま売れた、経営経験ないんですよ。この間ゲストにお招きした山下誠司さんみたいな方々ですよね、野生の感。そう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 、商売うまくいって、そう、あ、そういうふうに見るんだとかね。おっそうある人が誰もいなかったんだから、うん、中小の社長ってほとんどそうですよ。ラーメン屋の親父も建築屋の親父も、ええ、あ、それで大きくなっていくときに体系的な理論が自分の中にない、ないない、でその後どうしたらいいか分からなくなっちゃう。分からなくなっちゃう。だからラーメン屋も6軒目ぐらいまでいいんですよ。それ以上超えるとおかしくなってくるんです。そこで財務なり経営方法を勉強しなきゃって思い始める。そうです。そこで原田さんなんですね。いや、だって今ね、お医者さんだけを集めた経営塾今年から始まったんですよ。お医者さんに
売掛金、買掛金、キャッシュフロー、それ何ですかって感じだもん。だからそれぐらいお医者さんも今もう今度経営しなきゃいけない時代なのに経験がないですよ。それは今度 YouTube に対談で出てくれるあの服部さんという歯医者さん、彼が私のとこ来てたった1日見学して、で目から鱗で人事制度変えて今良くなってるんですもん。その話してくれると思いますよ。いかがでしたか？次回は後継者育成の重要性についてお話しいただきます。ここでお知らせです。もっと学びたい方は原田栄光のホームページへお問い合わせください。経営塾の情報を随時お知らせしております。